中空間の打感、打音。はないですね。はい、今回持ってきたのは。プロギアの。ゼロ一アイアン。ですね。うん。見た目。マッスルバックですね。もう。構えて。て、もやっぱりフェース面がすごくコンパクトで。ちょっと。あのトップブレードは。少し。厚めですけど。 まあサイズ感だったりこの辺のこの塔側のシェイプですね本当にこうマッスルバックの上級者向けアイアンて感じですね構えた時もバックに刺さってる時もねもうかっこいいですねはいただ構造的にはいわゆる中空ですね中がこうくり抜かれてあの空洞になっている。そこににただ空洞になっ 打ちゃうとと、まあ、感が悪くなったりとかね、えー、操作性が鈍ったりするので空洞のところにチタンを入れちゃったとこれ中空と言っていいのかっていう感じですよね中、まあ、空洞だから中空なんですけどだから中空じゃないですよね中空インサートアイアンとかちょっとまだその技術が新しすぎて呼び方がまだ決まってないようなカテゴリーですね。はい、ちょょっっと打ってみましょうか はい,はいはいはい初速ですね初速はやっぱりいわゆる中空の初速ですねもう本当にこう打った瞬間にユーティリティみたいにパーンってこう球がものすごい速く飛び出していきますね飛距離もうん半番手一番手弱ぐらいはやっぱり普通のアイアンよりも飛ぶんじゃないでしょうかねはい ただやっぱり中空って打感がなんかちょっとこうパカーンとか音がなんかキーンって言ったりとかあの打感がなんかこうすごくこう軽かったりとかするんですけどその辺はですねやっぱり中に金属がねこう入ってるのでもう言われなかったらもう全然中空っていうのは僕相当その。 目隠ししてこう。危機クラブみたいなのもあのできる自信あるんですけど。これはね。さすがにちょっと騙されるかもしれませんね。全然中空間の打感打音はないですね。なので、えー、打感にうるさい人っていうのも全然こう。中空の恩恵をあやかれるアイアンってことですね。 はいはいはい、操作性もバッチリですねこう低く抑えたりとかちょっとフェードドローを打ったりとかっていうのも、まあ、中空のじゃあ中空の恩恵って何ぞやっていう話ですよね。中空の音形っていうのはやっぱり深度重心深度があの普通のアイアイよりもポケットキャビティとかねそのマッスルバックとかに比べて深、えっと、度が深くなる分だけ、えー、直進安定性が高い飛距離が出るもうこれに尽きます。 でその代わり打感がちょっと悪かったり操作性が悪かったりっていうのが、まあ、デメリットだったんですけどもこれそのデメリットなしと飛距離が出て直進安定性が高いとその中でただまっすぐ飛ぶだけじゃなくてこうねちょっとフェードを打ってみたりとか。 ドロ打ってみたりとか球を低くね抑えたりとかもう本当にマッスルバックアイアンのようなこう自由自在感が非常にあるので上級者のねアイアンをこうグリーンの形状とか風とかライとか。 まあその辺に合わせて球の低い高いドローフェードコントロールしたい人にも有効ですしちょっとこうかっこいいアイアン使いたんだけどあのちょっと自信ないなっていう方にも是非試していただきたいという感じでこれプロギア01アイアンでした。